大変光栄なことと思います。で、私はですね、大体もともと基礎科学を始めて、その自分の好きなことを勝手気ままにやってるようなわけだったわけです。ですからそれだけでも十分幸せだったわけで、その上にまあこういう賞をいただくっていうのはちょっと申し訳ないような感じがしますけども、まあこういうフィールドをですね、地震学とか地球物理とかそういうフィールドを認めてくださったことは大変ありがたいことだと思います。初めから創造的なものをやろうとあってなかなかできないわけです。かなりの場合偶然的に出てくるものが多いんですよね。で、そういう場合にその偶然的なものが出てくるような研究のそういう環境っていうのは必要なんですね。ですからあんまり初めからこういうことをやらなきゃいけないっていう目標を立てて、その枠内でやるようなやり方は必ずしも良くないんですね。で、そういうふうにやらなきゃならないこともありますけども、例えばその 大学ような研究機関ではね、その割ともう少し自由な立場でその自分の考えをよく考える、自分の考え、自分で考えることができるような研究機関が必要なんですね。で、そういうところにで学生を育てて、しかも学生には学生の最も興味があるようなことができる、そういうような環境を与えることが必要なんですね。で、それがなかなか難しいんですね。で、非常にいい研究機関でもって学生が自由に過ごせると、そういうような環境を作ることが創造的な研究を生み出す元だと思うんです。初めから創造的なことをやるなんたって、まあ、普通の人はできませんね、きっとね。ですからある程度ほったらかしておいていい研究環境を与えると、人間というのは面白いもんで、自分の好きなことをやってると、まあ信じがたいような力を出すことがあるわけです。今までいろんな学生を見てますとね、本当の好きなことをやり始めると突然それまでには考えられないような能力を発揮することがあるわけです。そういうのがやっぱり創造性につながるわけですね。ですから私の考えでは、そういう学生を育てるようなかなりフレキシブルないい研究環境を作るということが一番重要だと思います。人間は本当に好きなことをやらないとうまくいかないんですね。その嫌いなことを無理やりにやらせても相当のところまでいきますよ、皆さん頑張ればね。で、そういう場合もありましたけども、結局のところそうやった場合には標準的なところまでしかいかないですね。だから波の人はできますけどもね、非常に波でないようなことをやる人はやっぱり好きなことをやってる人が多いですよね。私はあっちこっちの大学で教えますけども、やっぱり好きなことをやるようにまあ言うわけです。ですから私の教えたことが面白くないという学生もいたら、それはやらなきゃいいんです。やっぱりなんか別に面白いことがあるんですから。で、必ず一つぐらい面白いことがありますから、そういうことを見つけて、一旦見つかったらばやっぱりそれに集中して、なんてそれをに、まあ、集中するようにしたらいいと思いますね。ですから、まあ、私は最近若い学生さんなんか教えるのに大変興味を持ってますけども、決して強制はしませんね。ある程度もう勝手に考えた方がいいということですね。教えすぎは良くないんです。ある程度の技術的なことは詰め込まないと入らんってことはありますよね。だけども全てを詰め込んじゃうと、これはやっぱりその企画に合った人間しかできてこないわけです。ですからサイエンスの世界ではいつも企画外れで、普通の人と少し違ったような人がやっぱり成功しているように見えますけどね。あんまり企画にはめるようなことはサイエンスには向かないように思いますけどね。